はい、ペン回しパフォーマー K です。ベグレリ作っちゃいました。前回ね、ベグレリ、まあ、紐の両端に重りがついてるだけなんで、すごい簡単な構造だから作れるんじゃないかなんて話をしてたと思うんですけれども、やっぱりね、調べたら作り方っていう動画があって、まあ、それは海外の方がね紹介してた作り方だったんですけれども、まあ、その作り方を見ながらね、頑張ってこちらを作ってみたんで、今回はまあ日本語解説版ということで、こちらの作り方を、紹介してみようかなと思います。まあ、つまり全然僕のオリジナルとかそういう感じではないので、そこはご了承いただいた上でご覧いただければと思います。はい、じゃあまず材料から紹介してみたいと思います。ナットが2種類必要ですね。8分の3ってやつと、16分の5、この2種類のナットが必要になります。まあ、多分他のサイズでも同じようなのは作れると思うんですけど、今回本家に習って、こちらの2つのサイズを用意しました。そして、パラコードですね。パラコードという名前の種類の、紐になります。こちら 4.1 ミリ幅っていうやつを買ってみました。ちょっとね、太さまでは出てなかったんで、こちらは売ってるやつの中からチョイスしました。まあ、売ってるやつのつっても細い方か太い方しかなかったんで、明らかに細い方だと耐久弱そうだなと思ったんで太い方を買いました。それから、ゴムチューブ、こちらですね。ゴムチューブが必要です。まあ、ちょっとだけ使うだけなんで、本当にこのぐらいあれば大丈夫です。で、これは確か外径が6ミリだったかな。確か6ミリのやつですね。はい、ちなみにこちら全部東急ハンズさんで購入しました。東急ハンズで全部揃えました。まあ、多分ね、ナットは割とどこのホームセンターにも売ってると思うんですけど、パラコードとこのチューブが置いてないところも結構あるのかなという感じですね。まあ、実際近くのコーナーにはこの種類なかったので、まあ、東急ハンズさんがおすすめです。まあ、あと備品として、まずライター、それから、アロンアルファとか接着剤、まあ、あとハサミなりカッターなりが必要ですね。プラスあと紙ヤスリがあるといいですね。実際でもね、作ってみてそんないらないのかなっていう気はした。うん、一応あるといいです、紙ヤスリ。はい、じゃあそんな感じで手作りベグレリ早速作ってみたいと思います。はい、じゃあベグレリ作っていきましょう。まずナットを2個ずつですね用意します。はい、こちらの小さいナットと大きいナット、これを、まあ、こんな感じで貼り合わせていくんですけれども、まず紙ヤスリでちょっとね表面を粗くしましょう。まあ、実際この工程はそんなに必須ではないと思います。多分くっつきが良くなるからこれをやってるだけであって、そんな必須の作業ではないと思います。はい、じゃあこんな感じで、くっつける向きに特に指定はないと思うんですけど、なんとなくこの丸っこくなってる側を両方外側に向けたいなと思ったんで、この角張ってる方を粗くしました。そしたら、接着剤でこれをくっつけていきましょう。よし、ひょっとしたら金属用とかのがいいのかもしんないですけど、今んとこね、前作ったやつはアロンアルファで全然強度は問題なかったんで、アロンアルファで全然問題ないと思います。大きくずれるとかがなければ特に問題はないはずです。よいしょ。はい、こんな感じですね。この2つを作ります。まあ、ちょっと乾くまで待っていただいて、うん、しっかりくっついたね。くっついたら、今度はゴムチューブを用意します。で、ゴムチューブをこの小さい方側に入れていくんですけど、ここがちょっと大変ですね。結構窮屈になります。逆に窮屈じゃないぐらいの、なんだろう、ゴムチューブのサイズを買っちゃったら、ちょっとミスなので、テープで太さをかさ増しするとか、まあ、余裕があるなら買い直しに行くとか、いうことをしてください。ギリギリ入るぐらいが一番ちょうどいいですね。で、このままだとこれちょっと入らないんで、ナットのネジの向きに合わせて、ねじりながら入れると入りやすいです。よいしょ。こっち側から見てこの一つ目の小さいナットを、通過したなっていうぐらいまで来てれば大丈夫だと思います。じゃあここまで来たらこいつを切りたいと思います。よいしょ。こんな感じの仕上がりになってれば大丈夫ですね。じゃあもう一個も作っていきたいと思います。
納豆のパーツが2つ完成しました。そしたらこいつをパラコードに通していくんですけど、まずパラコードをちょっとね、端っこがこうピュピュピュってなってるんで、こいつをまず切ります。よいしょ。でこの状態でもちょっとね入りにくいんですね、これギュギュギュってなっちゃって。でここをライターで炙ってちょっと溶かしてあります。 OK。 そしたらこいつを通していきましょう。まずはこの向きで通して、通してください。通ってください。太さ的に入らないなって思ったらこれ爪楊枝で入れてあげるといいですね。よいしょ、 OK、 通りました。そしたら今度はこういう向きでもう一個入れます。こういう向きですね、小さいナット側がこう向き合うような形で入れます。はい、 OK、 通りましたね。で、ここから長さを作っていくんですけど、まずこっち側もう閉じちゃいましょう。こっち側閉じちゃいましょう。この太さだったら多分一つ結びをすれば大丈夫です。ちょっと細めのパラコードだった場合は、2つ結び、ちょっとコブが大きくなるように結んであげると、より良いと思います。はい、こんな感じですね。結び目を作ってあげるとこいつがもう出てこなくなります。で、ここから長さを作っていくんですけど、長さ的には、だいたいねこの小指と薬指で挟んで一周ぐるっと回ってきて、こう同じとこに来るぐらい、これぐらいがちょうどいいらしいです。で実際まあやっててもこのぐらいが僕もちょうど良かったですね。この長さを自分の手で測ってあげて、ここから結び目を作る分をちょっと計算して、まあこのぐらいかな、このぐらいあればいいかな、この辺で切ってあげます。もうちょい長い方がいいか。よし、OK。 したらこっち側もまたちょっとライターで炙って、端っこを作ってあげましょう。 OK。 そしてこっちも結び目を作ります。はい、これで手作りベグレリ完成となります。なかなか簡単に作れますね。こちらがテストで作ったやつと、新しく作ったやつ、まあ、長さも大体同じになりましたね。はい、はい、こんな感じでできました。まあ、ナットが、まあ、ちょっと無機質な感じにはなっちゃうんですけど、まあ、全然ね練習する上では全然問題ないかなと思います。はい、じゃあ早速こちらでちょっとスリングしてみましょう。はい、ベグレリ作ってきましたけれども、こちらの材料を買った時のですね、レシートがこちらにあります。小計780円。めちゃくちゃ安いな。しかもねこれね、余分に別のナット、サイズ違いの別のナットを加えてこの値段なんで、実質500円ちょいぐらいで、今日作ったやつの材料揃えます。かつあと 1,2 セット分ぐらいは普通に1個買ったセットで作れるはずなんですよ。ナットっていくつも入ってるんで、めちゃくちゃお得ですね。初心者用のベグレリにはすごくちょうどいいんじゃないかなと思います。ただ結構ずしっときます。重いです。重いし、なんて言うんだろうな、多分ね海外の方の手の大きさに合わせて作られてるんで、このウェイトの部分がすごい大きく感じる。結構でっかく感じる。僕が前使ってた金色の金属のやつが結構小さめだったからっていうのも多分あると思うんですけど、結構でかいなって最初作った時は思いました。まあ多分ね、ナットのサイズは別のに変えれば同じような感じで小さく作れると思うんで、そこはお好みで変えてみてもいいのかなっていう気はしますね。徐々にねできる技増えてはいるんですけど、なかなかつなげてやるのが難しくて、結構苦戦してます。でもねやっぱりね、新しい技を覚えていくのってかなり楽しい。
ここはねやっぱりペン回しと同じ通じるものありますね。あの技をこう解析して、あこうやってんだなっていう指の動きを解析してできた時のあの達成感はね、もうやっぱ楽しいですね。はい、今後ね技の紹介とかもやっていけたらいいなと思ってますんで、ぜひぜひ皆さんこれ作ってみてベグレリを一緒に楽しんでみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。